15分ぐらいリボンダはこちらでございます。そうです、全部、ね、投入していきます。はい、どうも、リュウジジエンドです。肝臓がジエンドです。私が今日いただくのは至高の豆乳鍋ね。なんで至高なのに酔ってんの。皆さん、鍋この時期にめちゃめちゃ食べると思うんですけども、豆乳鍋ね、鍋の素とかで作られる方非常に多いんじゃないでしょうか。豆乳鍋はですね、断言させていただきます、鍋の素より自分で作る方が美味しいです。僕的にはちゃんと丁寧に鍋つゆを作ってから最後に豆乳を投入することによって非常に深い味わいになるっていう、レシピですので、鍋つゆはいらないみたいな感じでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料を、紹介いきたいと思います。まずね、肉類ですね。鶏肉と豚肉、今回はですね、鶏肉 300g のものと豚肉 150g あるんですけども、まあこの比率は変えていただいても構いません。鶏肉半分で豚バラ多くても全然平気なんで、まあお肉合わせて 450g ぐらいね、今回4人前ぐらいの鍋ですんでね。はい、具材がお豆腐ですね、豆乳ですんでお豆腐すごい合います。はい、野菜類なんですけども、白菜、水菜、あと、まあ、お好きなキノコね、今回は椎茸と、舞茸でいきたいと思います。そこからま、別にしめじにしていただいてもいいですけども、まあ、椎茸は入れた方がいいかな。そして、お人参ですね。白菜、かつお節ね。まあ、僕の舐め物って言ったら、かつお節大体出てきますんで、かつお節でございます。あと、この根幹で作るね、豆乳ですね。これを最後に投入していきますんで。はい。ということですね、豆乳鍋を作る上何が必要かっていうとですね、素材の味を理解することですね。豆乳なんで、豆乳っていうのは非常に優秀な食材なんです。何が優秀かっていうと、牛乳よりも保存期間が長くてですね、栄養価もすごく豊富っていうことでですね、嫌いな方もいらっしゃると思うんですけども、鍋にするとコクがつきますし、そういうのを僕が伝えていきたいと思いますんで、素材の味を理解したいと思います。あっちまししゅ、あっもう瀕死やんけ。さっこの間入れたばっかじゃなかった、ジャックナイフ。ここに豆乳を投入します。ウイスキーをね、牛乳で割るレシピあるんですよ。カウボーイっていうんですけども、豆乳で割ってもうまいだろうと。いただきます。あ、うまい、めっちゃ飲みやすい。栄養補給もできた、豆乳の美味しさも感じられる。豆乳カウボーイで優勝したいと思います。まずですね、お野菜を切っていきます。人参はまあ彩りなんであれなんですけども、白菜と人参は入れていた方がいいかなっていうふうに思います。はい、で白菜を切る時なんですけども、こう並べるんですよね。でこれねちょっとね叩くんですよ、包丁の腹で。そぎ切りにしとるんです。そうするとこの断面がですね広くなって、広く切った断面からいいね、この白菜の水分がね出てくるんですよ。なんで柔らかくなるのがすごく早い。こんな感じで広くね、広く切ってください、ね、切った白菜なんですけども、今回はね皆さんも試しやすいようにフライパンでやっていきたいと思います。はい、で全ての白菜をこうやってそぎ切りにしていく。はい、そぎ切りにした方がね鍋物の場合はね美味しいと思います。はい、はい、白菜はね、今の時期すごい安いですし、煮込むと、やっぱ煮るとうまいんですよね。4分の1の白菜でも、なんか100円切ったりするからね。水菜なんですけども、このね、軸はね、ちょっと、落として、あった方がいいです。なんでかっていうと、土がね、噛んでるんですね。これね、しっかりここ洗ってください。砂まみれの豆乳鍋になってしまいますんで、これは洗いましょう。こいつは、まあ、鍋物ですんで、はい。こんな感じで3センチ、4センチぐらいの感じで切っていきます。はい、なんで水菜を入れるかっていうと、やっぱね緑が加わるんですね、この鍋にね。鍋物とかにね緑系のお野菜があるとすごくね鍋として見た目が映えるんですね。椎茸をです。はい、丸のまま入れちゃいますね。もし可能であればこうね、こうやって十字入れてもいいんですけども、パフォーマンスですから。この軸の部分ね捨てないでくださいね、これね。はい、捨てないで、ちょっと土のね石突きの部分をちょっと切り落として捨てないで、もうね鍋の底に沈めてください。これ煮ちゃうと美味しいんで。なんで皆さん舞茸っていうか知ってますか。ね、見つけたら舞うように嬉しい、それぐらい美味しいキノコっていう意味なんですよ。知ってた達也。知らなかった。うん、
そう、このチャンネルはあの料理界の NHK を目指してるので、ちゃんとそういうのは言ってきます。役に立つ情報番組、役に立つ情報バラエティを目指していきます。ここは打倒バイキング。人参ですね、半分に切ります。こうやってね、斜め切り、そうするとね、なんかこう箸でも掴みやすいですし、色も綺麗にね出ますので、はい、こんな感じですね。人参はね、ちょっとね、あの最後に盛り付けたいんで、ちょっと避けときます。木綿豆腐はね、こうやって半分に切っていただいて、まあこう、これぐらいですね。まあ1、まあ2センチないくらいですかね。はい、切っていただいて、豆腐をね、お豆腐はね、いくらあってもね、いいですから、もうヘルティーですし、こんな感じでね、はい。鰹節ね、これ 4g の鰹節なんですけども、これね、もう毎回言ってますけど、池盛りシステムね、これね、50秒、600W 50秒でレンチンしてください。そうするとね、パリッとなって、カツの粉になるんですよ。この粉を鍋に溶かし込むことによって、非常に美味しい鍋つゆになるんですね。はい、鶏肉ですね。はい、鶏肉を。僕の場合は、ここで切ります。はい、半分にして切ります。はい、こうやって、そぎ切りするんですね。はい、鍋物に入れる、鶏肉だと、ぶつ切りより、こうやってそぎ切りにする方が、箸で掴みやすいんですよ。この切り方の方が、ホスピタリティが高いです。はい、ホスピタリティポイントです、これ。そぎ切りにしていきます。最近そぎ切り好きよね、このチャンネルね。はい、はい、こんな感じでね、鶏肉はこんな感じで、入れていきます。はい、バラはもうこのまま。はい、もし長い豚バラ使う場合は切ってくださいね。お化粧をね、お残しいきます。もう鍋、このここら辺かな、やっぱりね、キャロットです。はい、折りました。はい、そしたらですね、鰹節ね、チンしたやつ、これね、電子レンジで加熱することによって香りもより一層立つ。舘ひろしです。これもスープの感じになる、なりますんで、ここら辺に入れ込んでいただいて、パラパラっとね、お水をね、まずね、300cc、 これ結構少ない量なんですけども、これね、最終的に豆乳を入れて煮詰めていくんですけども、これね、最初に豆乳を入れちゃうと分離しちゃうんですよ。まずね、甘みを加えるためにみりんです。みりんを大さじ1、2、3杯です。僕先週使ってますけども、料理酒でも全然大丈夫ですよ。はい、大さじ1杯。私、まあこれ味のベースですね、僕はいつも山木のを使ってますけども、1、2、3ね、これと鰹節が合わさることによって、白だしってね、美味しいんですけども、鰹の香りがね、ちょっとね、弱いんですよ。で、火をつけます。これは沸かしておくんですけども、強火で沸かしていただいて、グツ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 やっていくんですけども、その間に後で入れる豆乳のスープの方を作っていきたいと思います。 400cc でございます。はい、お味噌を、大さじ3杯入れていくんですね。スリのごまちゃんを大さじ3杯入れます。今ごまちゃんの真似したの分かった。はい、ごま油大さじ1杯、これぐらいだ。はい、まずね、味噌溶かしたいんですよ。で、少量の豆乳を投入してちょっと溶かしていくね。これね、味噌豆乳だれを作るんですよ。お味噌って煮込んでいくと香りが飛んでいっちゃうんで、豆乳と一緒に混ぜて入れることによって具の浸透も良くなりますし、お鍋とかだと固まっちゃったりするんですよね。豆乳とごまと味噌をね、混ぜながら入れていくと非常に馴染みがいいです。豆乳だれを用意してる間に沸騰はしました。沸騰したら、まあ大体これね、具材にお肉とか お人参とかに火が通るまでなんで、結構かかりますね。15分ぐらい煮込みますかね。はい、ということで煮込んでいきます。はい、ということで中火で15分ぐらい煮込んだのはこちらでございます。そうです、ほぐしていただいてね、お肉とかね。で、ここに豆乳を投入していきます。ちゃんと沸かしていただいて結構ですよ。で、まあ、豆乳はね、ちょっと全部、ね、投入していきます。はい、全部投入したら煮るんですけども、あんまり煮詰めすぎると豆乳鍋っていうのは分離
ンしてしまうんですね。温める程度にしてほしいんですね。なんでさっきまで中火でやってたんですけども、豆乳を投入した後は弱火で結構です。はい、豆乳を入れたら弱火っていうのを覚えてくださいね。スープなんで非常にいいんですけども、ちょっと僕はお塩ねちょい2つまみぐらい入れてちょっと味を締めます。はい、ということでこちらで至高の棒になるということでできましたので、いただきます。今から満足にしよう。じゃあいただきたいと思います。豆乳鍋でございます。皆さんいただき満足。ふたっと煮えた水菜からいきましょうか。おほほほ、足の味を全部吸い上げて最高の兵器になっております。うん、歯ごたえが残るのに対して白菜はトロトロのトロです。うん、だしで最初に煮てるから味が染みてますね。うん、人参もうまい。そしてお肉、うん、うまから満足。うめえ。お味噌のコク、豆乳のまろみ、すべて入っております。入るですね。これね、豆乳味噌なんで多分ね、これ入れるとね、担々風になるんじゃないかなと私は思っております。うまいね。というか最高にうまい。じゃあみんな来て、お鍋できたわよ。食べていただきまーす。いただきます。あーまっ、おいしい。優しい。もうちょっと酒のつまみにしたい人は塩振ったらいいよ。あらいよ、ね、本当に味優しくなってきてる最近。これまでリュウジからすると優しさが溢れてる。ここにね、柚子胡椒入れたりとか。柚子胡椒入れたらいいよ。ご紹介いただきます。うん、うまっ。柚子胡椒だ。忘年会ということでありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。よろしく。打倒バイキングですね。はい、終わるか。話すんじゃねえよ。はい。なんだそのツッコミは。あ、じゃあ年末ということで今年来年の抱負お願いします。ここいやいや、もう全然年明け後悔。これ一応20日と来年来年の抱負お願いします。すごい時給のようなこれはね、これはこれやっぱね、料理王になる。料理王ね。ゆうじさんも今日料理王。あれだけの夢かき集め。グランドライン目指すよ。グランドラインどこね。いや俺はね、みんな健康で入れるように頑張る。あ、じゃあ無理だわ。無理。グランドラインいけない。終わりです。リュウジジェンドだ。みんな健康でいる場合はもうこの、日本酒とかもうフェイクで水にするかもしれない。ビジネス酒飲みになるじゃない。撮影中の酒飲みなんか知れてない。もうね、撮影の後の酒を減らさないとダメ。マジでこのチャンネル見てる人たちで、おいリュウジ飲みすぎじゃねえかって言ってる人たちいるけど、本当にね、その後の様子を見せたいわ。本当にもうね、多分信じらんないと思う。マジで達也としても飲む今日は聞いてない。